ということで、皆さんこんにちは。左右のひっくり返し、左右のひっくり返し。あのですね、今日は出かけないで家におりましてですね、そうすると何が起こるかというと、油断なんですね、油断ね。油断大敵ですよ、油断大敵。あと10分ぐらいで始まるわと思ってる間に、その10分が、あっという間に過ぎてしまうと、ね、外に出てる時はなんかすごいこう時間の感覚がシビアで、 あと20秒みたいな感覚でね、いや車の中でバックしながらとかっていうのが、今日はゆっくりと家にいるにもかかわらず、うかっとしてまして、まあ、かろうじて入れることできましたけど、この左右ねひっくり返しで、しかもこう後ろの絵と時計を大きくするといういつものやつもしないで始まりました。でもとにもかくにも始めることができました。それでね、昨日日本キリスト教団京都教区、京都南、地区青年部っていうのの紹介をしたんですよ。でそこで、まあ、日本キリスト教団って私あんまりご縁がないっていうか、クリスチャンではあるけど、まあ私はいわゆる福音派のカテゴリーに属する教会にずっと行っていて、日本キリスト教団の教会に通ったこともないし、また業界的にもあんまり馴染みがない。でもまあ私はクリスチャン新聞っていうのに勤めてた取り柄で、日本キリスト教団の方たちに接することが当然あったわけで、またクリスチャン新聞の記者なんかしてなかったら絶対接しないようなね、そういう方たち。ところが最近 SNS の発達で、そのいろんなケミストリーって言いますか、従来だったらこれとこれが出会ってっていうことはね、もうこっちはこっちの世界で生きてるし、こっちはこっちの世界で生きてるし、一生こう出会うこと交わり合うことなんかないだろうっていう人脈の人たちが、こっちの人脈とこっちの人脈がパンとぶつかってケミストリーが起こるというようなことがね、すごく起こりやすい時代になってると思うんですね。一方それとともに、こういう時代であるにもかかわらず自分の価値観の中だけに閉じこもって、で自分の思想的傾向ね、例えば中国が悪いんだとかね、陰謀論とかですね、そういうことばっかり見てると、 AI の操作なんですかね、そのおすすめして出されてくる SNS っていうのが、それとカウンターにある反対の立場の論とか情報って出してこないんですよね。コロナのワクチンは有害だとか、一つの陰謀なんだっていう情報ばっかり探してると、そういう系統のものばっかりなんか自分のインターネットに入って、閲覧画面に入ってくる。で反対側、本当は両方のね、自分が考えたり、追求したい事柄の、自分が今見てるのと反対側の意見も情報も知ってよく吟味しないといけない、なんか偏った方向の情報ばっかり求めるっていうこともどうやら、で自分はインターネットでたくさんの情報に接するんだから、これだけたくさんの人がね、こういうふうに言ってるんだから、自分がこう求めてることが正しいんだっていうね、傾向になってしまうっていうことがどうもあるみたいですよね。思わぬ落とし穴でね。だからインターネットの機能をもうちょっと考えて、コロナワクチンは陰謀論だっていうのばっかり探してる人には、いや、こういうふうに科学的にコロナはのワクチンは効き目がありますよ、こういう意味がありますよっていう発信をしてる人がいますよっていうのをあえてね出してくれるようにね、
これは陰謀論なんだばっかり探してる人にはやっぱり陰謀論じゃありませんというのが出てくるようにするとかね、あるいは、アポロは実は月についてなかった、でそればっかり調べてる人はそういう系統のばっかり現れてくるから、いや確かにこういうふうについたっていうのを出すとかね、またそういうのもこう目を通して鍛えられるようにするとかですね、これからはそういうことが必要になるかもしれませんが、今ね本当にさっきのトークは全く思いつきで言ったわけですけども、非常にこの情報がすごく入ってくるっていう時代にもかかわらず、落ち入り型な血な落とし穴っていうことですね。さてね、ちょっと最初に語り始めた日本キリスト教団京都教区京都南部地区青年部、これはなんか知恵者がいるみたいで、京都教区京都南部地区青年部の中の人が、なんだっけ、佐々木さんでしたっけ、結構知恵者みたいで、で自分たちの住んでるその京都教区の中の教会を6つかな7つチョイスして、で日本キリスト教団っていうのはその合併してできた教会ですから、合併っていうのはその戦前ですね、その国家からの圧力も強くあって、まあキリスト教のプロテスタントの教派っていうのがあるんですよ、ルーテル派とかね、カルビン派とかね、メソジストとかですね、そういうのがいろいろあったのを、その非常にこの軍国主義がずっと進んでいく空気の中で、要するに政府から見たらその統制しやすいようにね、キリスト教はこんな弱小勢力なんから一つにまとまれよみたいなね感じで、でまあ以前から合同したいっていう機運もあったんですよね、そういう国家からのあれじゃなくって、明治大正時代からずっとそういうことがその模索もされていたから、あいい機運だっていうようなこともあって、それで日本キリスト教団っていうのは戦前成立した、でそれがずっとこう戦後も続いて日本キリスト教団だから、中にいろんな教派的背景、教派的背景ね、でその結果同じ地区同じ教区にあるんだけど、そして日本キリスト教団組織的には同じ教団の中にいるはずなのに、隣は何をする人ぞ、全然自分の2キロ隣にある同じ日本キリスト教団の教会なんだけど、どんな風になってるのか、どんな牧師さんがいてどんな活動してるのか全然知りませんって、それがまあ当たり前っていうかね、で福音派の方はもっとやってるかって、それも心もとえないところがあって、まあ日本の教会って全般にマイホーム主義、マイチャーチ主義っていうか、自分の教会のことしか知りません。だから大きい教会の人はもう自分の教会の活動で十分満足してますから、他の教会別に知らないでいいし、小さい教会の人は逆に、なんて言ったらいいかね、まあ黙って教会を去っちゃうとか、またその変な精神論があって、最近それがすごく緩んできていいことだなと思うけど、自分の教会って決めたらみだりにね、あちこち移ったりするべきではない。ね、自分の教会に、通ってる教会に神義を通してですね、他の教会をいろいろ見に行くとかね、ましてや礼拝の時に他の教会の礼拝に出るとかって、すごい、まあタブーでもないですけど、だから KGK ですね、キリスト社学生会なんかの活動も、その辺すごく気を使ってきて、日曜日の集会とかはもう KGK は、もうよっぽどのことがなかったらね、なんか長期の、合宿の収容会みたいなのがあって、本当に一回だけ日曜日にっていうことは、まあ、たまさかあるかもしれませんけど、もう本当に日曜日の礼拝、ね、自分たちのそれぞれのメンバーの礼拝の時間に勝ち合うようなプログラムを刑事系の方で立てるっていうことは、もう 99% ありえないっていうぐらい、すごく気を使ってね、っていうことは、そのマイチャーチ主義がすごく強いわけだ、福音派の教会でもね。
で日本キリスト教団でもまた刑事系とは別の意味合いでやっぱり教派的な背景流れが違う教会のことは知りませんみたいなね、それはずっとまあ現象としてあったんですね、良い悪いの問題じゃなくって。ところが日本キリスト教団京都教区京都南部地区青年部の人たちはやってくれたぜ、でその京都教区にある7つの教会見繕って全部この背景とかね活動の重点を置いてるところが違う教会をあえてチョイスして青年のツアーっていうことでね行っちゃったわけですよ。で昨日紹介したのが平安教会とか青い教会とかですね、もう一つ桂教会っていうのもありましたね。どれもなんかすごいおなんか京都だなね、平安教会、桂教会、青い教会、だから私もそういうキリスト教の業界、長教派の業界にいましたから、やっぱりこう耳に入ってくる名前とか目にする名前ってあるわけですよ。ただその平安教会とかって言ったらね、もうすごく古くて、古いったって明治以前ではないですよ、明治以降ですけどね。だけど俺がこうなんか訪ねていくとか足を踏み入れるっていうことはないだろうな、そういう機会もないだろうなっていうようなね、なかなか日本キリスト、日本の教会ってやっぱり7000も8000もあるわけですから、全部足を運ぶわけにもいきませんし、でも今は便利な時代です。インターネットでね、いろいろ情報がいながらにして取れるって。その中で特に興味のあるものは訪ねていけばいいわけじゃん。そういう時代になってるわけですけども、その、教派が違う。まあ、具体的に言うと牧師さんの出身進学校とか進学部が違うっていうことですよ。だから同志社大学っていうのがあるじゃないですか、同志社大学進学部っていうのがあって、同志社大学進学部って本出した人いますよね、佐藤勝とかってね、佐藤勝さん、鈴木宗男の盟友かね、佐藤勝がなんか同志社大学進学部って出して、だから割と同志社大学進学部ってうぞうむぞうっていうようなね。だけどね、私の娘はSA 短期大学っていうとこね、阪神館の保育専科の短大、すごいいい学校ですよ。でそこにチャプレンさんが同志社の出身で、同志社の出身でね、今他のとこに赴任しちゃいましたけど、移っちゃいましたけど、その松栄短期大学当時チャプレンしてくださってまして、それでね、その森田先生が刑事系の方に話しかけて、刑事系とジョイントして松栄短期大学の宗教センター、チャペルですよね、学校の公のチャペルだから、まあ10年前でもで20年前とか30年前はもう確実に絶対そんなこと考えられなかったんですよ。敵対関係とは言わないけど、刑事系何それ、ドイツ語で言ったら過激だよね、そんな連中相手にしないわというようなことでね、相手にしてなかったんですけど、その宗教センターの方が、そういう明治からあるような老舗のミッションスクール、教派的には日本キリスト教だのどうかっていうことでね、うん、でそこにその同志社進学部を出た森田先生がチャプレンで来て、松栄って同志社の系統でもないと思うんだけどな、なんかちょっと違う作用の人事なんですかね。んで刑事系ってと森田さんがね仲良くなって、その刑事系のブランチみたいな感じの聖書研究会、松栄クリスチャンフェロシップだったかな、そういう名前の、だから刑事系の主事も来てくれるし、刑事系の夏季学校とかね、そういうのも出入りして、だから娘は両方に足を突っ込んでね、同志社の出身の森田チャプレンが仕切ってやってる宗教センター、
で、そのクリスマスとかはそっちの主催でやるわけだから、その中で生誕劇やってね、マリアさんの役をやらせてもらったりとか、あるいはその森田さんがすごい気の利いた人で、そういうチャペルの時間に、せっかく若い人ね、全然これまでキリストの木の字にも触れたことがない、だけどこういう、まあ、いわゆるミッションスクール、キリスト教主義学校に来たんだから、少しでもキリストのことに触れられるように、人生の助けになるようにっていうことで、チャペルもね、若い人が親しみが持てるようにっていうことで、その古い賛美歌だけではなくって、まあ、コンテンポラリークリスチャンミュージックですよね。うん。まあ、小坂、中とか、代表的人物を挙げれば。そういう人がずっとやって、みんなで気づいてきた音楽ね。歌を声合わせて、ちゃんちゃん。イエスを歌うために、パンパン。勝利の、タララタラ、タンタン。イエスの、タラララタラ、イエスは、蘇られた、輝く、その姿、喜び、賛美しようって、もう曲調がね、全然違うわけじゃん。あるいは、あの土の器欠けだらけの私、その欠けからあなたの光がこぼれあふれる。だから今の若い人の心にもフィットする賛美歌ですよね。昔の賛美歌ったら、慈しみ深きともなるイエスはとね、これよく歌われる代表曲ですけども、まあ悪いけど、本音言うとなんか、あくびを噛み殺したくなるような、同じメロディーで、ね、1番から5番まで歌ってごらんなさいよ。もう眠くて仕方がないってね。それは興味のすごいもう音楽性の高い楽曲をね、いろんな曲を聴いてる人たちじゃない、慈しみ深き、そんな上手でもない人たちがね、聴いてる、歌ってる歌なんてね。だけど、さっきちょっと口ずさんだような、もっとあれの上手なやつですよ。私の聴いて、あのぐらいのレベルかとかって思われたら困りますけど、小坂忠さんとか、やっぱさ、日本の J-POP の礎を築いた人だから、小坂忠さんのね、楽曲ね、ちょっと実証的にね、聞いとかないからね、小坂忠の曲、小坂忠の有名な楽曲、たくさんあるんですよ。だからね、ご自分でも、興味のある人は調べて聞いてみてください。小坂忠の楽曲で、小坂忠動画って入れたら、ゴスペルシンガーである小坂忠の未発表音源や晩年の貴重なライブ映像が収録されたファン、潜水版とかね、なんかいろいろ、機関車とかね。あ、これもゴスペルか。これ機関車はゴスペルじゃなくて、放浪とか、これも、ね、これも、でも、放浪、だけど、そういう曲が、放浪を私ね、クリスチャンになってから聞いたんだけど、クリスチャンだから小坂忠を知ったんで、後で、放浪とかそういう曲作ったすごいレジェンドなんだっていうのを知って、放浪機会な。90年代日本のロック界で大活躍した。日本のロック界で大活躍したって、これはなテレビの番組で小坂忠は知る人ぞ知る人物なんですよっていうようなね。うん。放浪好きだから私、小坂忠の放浪。放浪ってのはこういう楽曲。このテンポなら好きなリズムブルース踊りながら歌えるから、吐きな
ボロボロボログッズが一人でいい踊り出すね、履き慣れたこのボロボログッズが一人でに踊り出すっていいじゃないですか。私も記者会をしてましたから、足の向くまま気の向くままいろんなところをね行きましたんで、その本当に自分の行きたいところにボロボロの靴を履いて行きたいっていう気持ちすごくよくわかるよ。これなんてもう、これもゴスペルじゃなくって J-POP の走り。これね、あ、作詞作曲細野晴臣だ。歌ってんのは細野勝弘。だから細野晴臣って言ったらもう知る人ぞ知る、知る人ぞ知るじゃなくって知らない者はいない、大御所なわけじゃないですか。それが作詞作曲して歌ってんのは小坂忠なわけです。っていうのは関係性としては、小坂忠が細野晴臣がまだペーペーの時に、全く無名の時に一緒にちょっとバンドしようぜって見つけてきたっていう、そういう関係性。だから細野晴臣にとって小坂忠がレジェンドなわけですよね。そういう関係性なわけですよね。でその小坂忠がクリスチャンになっちまってね、これでどんな楽曲作ってるか、それはその J-POP をやってた時の音楽性っていうのは、そもそもきっかけが、なんていうかな、日本の教会行ってみたけど、こんなね、じじくさいね、俺面白くねえよって、自分が聴いて楽しいような、また自分が聴いて楽しいっていうことは、俺と同じぐらいの年代の連中がね、聴いたらね、一緒に歌って演奏して楽しい、そういう曲を日本の教会にっていうことで、もうすごいたくさん作ったわけですよ。で、そのね、代表曲みたいなのを今探してるんですけど、そのテレビ番組に出たやつとか、やっぱり上の方に出てきまして、ね、小坂忠さんのゴスペル曲4曲、これは小坂忠が歌ってるんじゃなくて、他の人が歌って、まあそれもいいよね。小坂忠ね、小さい坂に忠実の忠って入れたらね、たくさん出てきますから、興味のある人はね。これなんてそうか。これは、ものすごい初期の頃に、ゴスペル作り始めた初期の頃に小坂忠が作った曲。あ、でも歌ってんのは小坂忠じゃないんだ。まあ、小坂忠が歌ってるんじゃないけど、こういう風に、すごい演奏のクオリティも高い、人ね、そういう自分と一緒に歌えるぐらいのレベルの人もたくさん作ってね、これ小坂忠本人が歌ってるのかな。やっと出てきた忠さん。声がね、至宝ですよね、小坂忠の声って。人はみんな、いい曲だね。小坂忠のこういう顔の人ね、去年亡くなったんだ。小坂忠の曲ってアメリカではすごい流行ってるみたいですね。日本ではまあこれからでしょう。楽しみにしてください。
それでそうですね、あれを語り始めたんだ。あの日本キリスト教団京都教区京都南部地区青年部がいろんな教派的背景ね、同志社の出身の牧師、あるいは関西学院大学神学部の牧師とかね、農村神学校の出身の牧師とかね、東京神学大学の出身の牧師さんとか、その背景が違う教会を訪ねて、みんなで結局ね100人ぐらいのツアーになったみたいで、あの気の利いた教会を選んで行ったみたい、みんなすごい歓迎してくれた、喜んだ。でその日本キリスト教団の中のいろんな教会の多様性をね、若い人たちに見ることができたし、全然クリスチャンじゃない人も参加したわけですよ。あ、面白そうな企画じゃんね、どさくさに紛れて自分もなんか教会興味あるし、いっぺんぐらい覗いていいかなと思ってたけど、こんなツアースやるんやったら俺も行ってみようみたいな感じでね、参加した人もかなりいると。そういうツアーでね、で今日この話をですね出したのが、その中でね、薬の教会っていうね、その兵庫県の北の京都との境目で、京都にちょっと入ったとこ、すごい僻地ですよ。ね、神戸から行っても大阪から行っても京都から行っても、そのでこのですね、この、Google マップをね、大阪からこの薬のっていうところに行くのにこれぐらいかかるっていうね、こうなんですよね、大阪湾でしょ。で薬のっていうのはここまでね、ここまでですね、80歳超えて毎週ここから大阪からここまで3時間かけて日曜礼拝のために通ってた牧師さんがいるっていう話なんですよね、3時間かけて。で、亡くなりましたけど、その人の名前がね、辻先生。辻元明夫か。辻元明夫先生。辻元、辻元、あれ、辻中正一、ごめん。辻中正一さん。で、辻中正一さん自身が、薬の教会主任牧師っていう立場でね、日本キリスト教団の読み物ですね、雑誌に自分で文章を書いてるわけです。だからこれが彼のもう一番最後の方に。結構ね、有名な牧師さんでね、大きい教会牧会して、ね、薬の教会の創設者中道島尾牧師。で、この中道先生っていうのが、扇教会っていうのも開いたわけ。で、扇教会っていうのは、ものすごくね、大きな教会でして、扇教会開いてたのどこ行ったんかな。扇町教会。扇町教会ですよ。扇町教会。ね。もう本当に、大阪の中心部にある。で、ボーイスカウトとか、幼稚園も持ってるし、1910年、設立された日本キリスト教団、扇町教会。これが、その、さっき、その、辻元と正一先生が、触れてた、この、まあ、恩師っていうことなんですよ。ね。で、この、結局、この教会を、扇町教会というものを開拓伝道を、した戦後のね、大変な時にね、戦後じゃない、戦前だ。で、私、この接点持ったのはクリスチャン新聞なんですよ。クリスチャン新聞にね、こういう記事が出てきまして、中島先生の書いた文章でね、こういう文章。聖歌隊の解散命令、命令、中道島尾。だからこの真ん中の人物が、扇町教会、開拓伝道の時期、こんな少ない人数から始めてね、これも赴任当時のクリスマスということでね。で、今これは幼稚園ね、付属の幼稚園
の、これはクリスチャンシームの記者が写した写真で、非常に盛んな教会、この当時も。今も盛んな教会みたいですよね。で、その人の、まあ、実家っていうか、故郷みたいですね。で、この大木町教会、中島島牧師ってのは非常にこの開拓伝道精神も旺盛な人で、いくつかブランチを作って、その中に、今でも車で行って1時間半ですよ、高速道路通って。だけど、辻元先生なんかの時代は、3時間かけてね、3時間かけて通って、で、その京都、教区、その青年会の人たちが、役の教会も訪ねてですね、これは自分の地区内じゃなくって滋賀とかそっちの方が、まあそれも同じ京都教区であるんで、自分たちのベースじゃないんだけど、そっちも見に行こうって、また違うプロジェクトで見に行って、役の教会っていうの出てくるところが、その遠い場所にある教会のブランチとしてできたんだけど、今誰もその元々の関係者の人が面倒を見てる形じゃなくって、教会堂はでも立派なのが残されてるね。だけど人口少ないところ、これからどうやってやっていくね。この記事がそうですよ。その青年部の人たちがね、こういう感じのね、役の教会訪ねましたっていうですね、で、なかなかこう、しんどい話、ね、勢いのある教会が建てて、関係する牧師も派遣しながら礼拝を守ってきたけど、今、つながりもなく、管理は近隣の教会になってる、ある意味、負債として残ってしまった教会、っていう形でね。だけど、それを、実情を語る姿を聞くのが、逆に、というかな、聞くことができてよかった、そのしんどさを率直に伝えてくれたのがよかった。いいよ、この人すごいいいセンスだよね。私たちは信仰で頑張っておりますので、ご心配に及びませんって言わないで、いや実はこんな問題点が、淡々とね、事実をね伝えてくれるね、自立、自己責任、個人主義、個人から社会まで、この新自由主義的な価値観に翻弄される中、教会はどのように生きていくのでしょうか、ということで、役の教会のケースをね、取り上げてるわけなんですよね。で、私がこの、そもそも、日本キリスト教団、教頭、ね、南部地区部青年会のに出会ったのは、もともとクリスチャン新聞の記事なんですよ。1964年の12月15日号で、その、もう牧会歴30年とか40年のつわものの牧師さんたちのとっておきの話って、そのトップに出てくるのが、中道島夫先生でしてね。そうなんです。それで中道島夫っていう人の名を知り、そこからちょっといろいろ調べていって出てきた。で、これ中道し、あ、ちょっと待って、これがひっくり返しをしたの画面をね、こういうことですよ。これがね、中道島を。ね。これはこのクリスチャンに今出た、記事が出た時代の教会活動の一端、幼稚園。ね、こんだけ園児がいてっていうようなね。今も大きい教会ですよ。さっき写真見ていただきましたけど、ね。それで、その、中道先生を恩師として辻元昭夫牧師っていうのがいて、で、その中道牧師の故郷で、中道牧師はずっと行ってたんだ。で、亡くなってこれからどうしようかっていう時に、私はすごいやっぱり日本のキリスト教の一番良質な部分っていうか、もうすざまじいすごい部分ですよ。辻元先生がね。これは何書いてるのかな？教団新報？京都教区ニュースだって。京都教区ニュース。そこに辻元昭一先生、まだご存命の時、80歳からの開拓伝道。ね、役の教会の創設者、中道夫妻は私ども夫婦にとって第四人だと。ね。で、そこからずっと始まって、何度となく役の教会に応援に出かけたことがあって、
で、この前任者が、役の教会の前任者が辞任を表明されたため、役の教会の今後どうするか、いろんな関係者にとってこれは大きな問題であった。夜中の1時から3時ごろ、一人アシュラムを続けている中で、私は役の行きを示された。示されちゃったんだ、神様から。アシュラムっていうのは神様と親密なね、祈りの関係。聖書の言葉からを通して神様から私が教えていただく、それを非常に真剣にね、謙遜になってやる、そういう霊的な営みがあるわけですよ。アシュラム運動っていうのがあってね、興味のある人は調べたらすぐ出てきますけど、それの一人アシュラムね、そのアシュラム運動で教えてもらったようなスピリットで自分は一人で祈るの、なんかアシュラ一人アシュラムとかってね、夜中の1時から3時ごろ役の行きを示された、そして本年4月より牧会を開始した、実質上の信者は3人から4人、求道者ゼロという状態である。祈祷会、蒼天祈祷会を私一人で守っているということは、この当時住んでおられたのか。教区内外のいろんな方々の祈りご支援に支えられて、80歳の開拓伝道は続いている。80歳の妻も時折来園している。すざまじいって思いません？ですから、この辻中先生は、さっきクリスチャン新聞でちらっと名前が出ました、中道先生、恩師として、高専かなんかの生徒の時にね、中道先生、高専の生徒さんのためにも話したりとか、そういうことをしてたんで、教会来るようになって、クリスチャンになって牧師になっちゃった。で、辻中先生も結構大きなタイプの先生でね、千里教会とかですね、大阪千里ですよ、千里ニュータウンっていうのができてくる時に非常にこう目端が効いて、そういうこれから千里聖愛教会って、これ結構ね、後に三浦彩子さんのいる教会を牧会することになった牧師さんもここにいたことがあるんじゃないかな。千里聖夜教会、これ開拓伝道したのが、これ開拓伝道したのが辻中先生なんですよ。で、辻中先生はね、渡航より高専へ、辻中正一、中道島尾先生のことということでね、だからこれ宮古島工業専門学校のなんか思い出みたいな文章で、で、自分がクリスチャンになって牧師になってっていう話をここに書いてるわけだ。そういうのをインターネットで探せるっていうのはね、やっぱりキリスト教現代史研究家としてはもうウハウハですよ。こんな情報が転がってね、それでそのそこから逆にその京都教区南部地区青年部の人たちのすごく面白い活動に行き着いちゃったわけですよ。それで私は、今書いてるコメントをね、役の教会のことを書いてらっしゃるところにコメントでね、この情報を教えてあげようと、私の可愛い子でしょ。拝見させていただいております。故、辻中正一牧師が80を超えて最後に、役の教会を牧会したという手記が出てまいりました。ので、ここに紹介させていただきます。で、このね、役の教会のことを書いているこの記事ね。両端キャラバンとかっちゅうてね、中でも役の教会での話を中心に書きます。ね、なんとなく悲壮感が漂ってる様子でした。ね、だけどこんな歴史知ってどうすんのって言ったって、やっぱり事実は大事にしないとね、事実は大事にしないと。ね。で、私も今書きかけで、ちょうど時間が来たから生放送始めて、生放送終わったら書き上げて送ろうと。そうすると、全く何の関係もなかった。クリスチャン新聞記者の三浦道春と、ね。日本キリスト教団京都教区、京都南部地区青年部の佐々木さんですか？つながりが。できて、ひょっとしたら深くなるかもしれないし、一回だけ、ふーんで終わるかもしれないし、でも、事実送ってみると。
そういう時代性、面白い時代ね。でお聞きになってるあなたに、天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の日刊生放送ね、6時からの部はこれにて、コメント欄が千里聖愛教会その字です、はい、辻中牧師さようでございます。イエーイ、学罰、その通り、すごいね、学罰で回してんですよ。だから大きい教会とかでも、もう同志社の教会の牧師のところはその次も同志社同志社同志社ね、感覚のところは感覚感覚、他のところには回しません。で小さい教会もだから昔の医者ってそうですよね神戸大学罰とかね、なんとか大学罰で、で小さい教会も学罰の中でなんとか面倒を見る、まあ教会もそういう体制できたけど、それでもう立ち行かなくなってるっていうことですね。もう時間が過ぎたのでこれでね失礼します。お聞きいただいて誠にありがとうございました。